はい、皆様こんにちは、橋本でございます。今日はですね、もうこの悩み皆さん尽きないんじゃないでしょうか。それはですね、シミを隠してもチークをのせるとシミが浮き出てくる悩みについて、これすごくコメントが多いんですよ。私的にですね、橋本一応プロでございますので、なぜそのようなことになるのかいろいろ考えてみました。はい、その原因とそうならないようにするためのテクニックと、そして浮き出てこないテクニック、これを今日は皆さんにお伝えしていこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。ではどうぞ。なぜにシミが浮き出てくるのか、原因が絶対あるんですよ。まず何が考えられるかというと、しっかりカバーしたのにその上にしっかりお粉を乗せれていない、ベーキングされてない。ベーキングされてないということはネチャネチャしてるんですよね。ネチャネチャしてる上にチークを筆でつけたとしてもネチャネチャして取れますよね。まずそれが一つ。あと二つ目、道具が良くない、合ってない。しっかりシミをカバーしました。そしてフェイスパウダーも抑えました。ですがしっかりめのブラシ、固めのブラシでこういうこすってもそんなにつかないチーク、それらを力強くこうのせることによって、せっかくつけたフェイスパウダーも取れます。そしてせっかくカバーしたコンシーラーのところにも届きます。ってことは取れてしまって浮き出ますよね。そして3つ目、今流行りのリキッドチークとかをシャバシャバのまま力強くのせちゃう。こうするとほら、シミ出てきたよね。パウダーも取れてしまうし、中のシミも浮き出てくる。これらのことが原因として考えられます。で、これは本当に有料級テクニックよ、皆さん。橋本ちゃん今日教えるから、しっかり見といて。しっかり見といて。はい、そしたら私ここにシミがございますので、これをカバーしてから浮き出ないようなテクニックお伝えしたいと思います。まずリキッドファンデーションをつけていきますね。はい、リキッドファンデーションを薄く塗りました。でこのシミのところ、カバーしたいところにじゃじゃん、エテュセのポアカバーです。これを置いていきます。この辺なんですね、私のシミ。そしたら指でトントンします。毛穴もカバーできて、で表面が今フラットになりました。そしたらこの上にコンシーラーのせます。どこのメーカーさんのでもいいんですけど、セザンヌ、エクセル、キャンメイクってあるんですけど、この固形タイプのコンシーラーを使います。シミ隠しには青色を選んでほしいんですね、自分の肌色とファンデーションのように。で今日はキャンメイクのコンシーラー使いたいと思います。私の顔色特殊なのでちょっと色混ぜたいと思いますね。まずこちらのオレンジをしっかり筆にとってなじませてからトントンしますね。こんな感じで。そして次、色の調整です。これだとちょっとオレンジ強いのでこの肌色足します。そしたらちょっと毛足の長いふわっとした筆でこの周りを動かします。サラサラのプライマーついてるのでスーッと伸びます。
もしこれがなければこういうブレンディングブラシ、これでぼかします。そしたらもう一度この上にポアプライマーミルフィーユします。これはね、毛穴が隠れるので全体的にやっちゃって大丈夫です。こんな感じ。そしてベーキングします。できるだけ粒子の細かいパウダーで、ここでパウダーファンデーションではなくてルースパウダーか固形のパウダー、本当に薄くつく。今日はじゃあミラコレ使いたいと思いますね。これで上からベーキングします。はい、どうでしょうか。こっちと比べてサラッサラです。いつものキャンメイクのシークレットビューティーパウダーでも OK よ、 OK よ。コツはスポンジで置いていくこと。乾いたスポンジで大丈夫です。乾いたスポンジでトン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 置いていく。そうするとこういうベルベット状のお肌になります。そしてチークのせますよ。チークはこのふわふわのできるだけ柔らかめのブラシ、大きめの、大きくなくていいけど柔らかいブラシがいいです皆さん。そしてチークはある程度柔らかいタイプ、カチカチのものじゃなくてふわっとのせれるつくタイプね。それを柔らかい筆にしっかりとってふんわりのせる。これは筆が柔らかいのでパウダーが取れることもないですし、しっかり色味は乗ります。こんな感じ。どうですか、浮き出てきてないと思います。で、しかもポアプライマーで2回ミルフィーユしましたね。1回つけてコンシーラーつけてもう1回つけました。コンシーラー挟んでます。で、この状態なので、例えばね、フジコとかナーズとかヒンスとかのリキッドチークありますよね。それをつけたとしても浮き出てこないんです。リキッドチークつけるときはダイレクトとか乾いてない状態でいきなりどんどんやると取れる可能性あります。パウダーも、そして中から染み浮き出てくる可能性もあります。なのでちょっとこのこねくり回してください。トントンとしながら風を送って、で、いくよ。この染みのとこね、この辺のシミはカバーできてないからあれですけど、どう？こんな感じで作るの。だからこの工程どっか少なかったりとか、なんかカチカチの筆使ってたりとか、力が強かったりとか、なんやったらパウダーもあんまり打ててなくて未完成な状態で筆でこすったりとかしてるから中から浮き出てきよるかもしれない。だから一回このエトゥセのこのポアプライマーをうまく使って一回ロックするんですよ、肌の表面を。なんか固形のコンシーラーって乾かないものが多いでしょ。で、乾かないままロックも何もしないままパウダー打って、その上にリキッドチークとかつけても多分出てきます、浮き出てくるから。これ一回みんなやってみて。不器用な人もいるし、やり方これだけじゃ分からへんくて何回も練習しないといけないかもしれないけども、今までよりかは浮き出てこないはずなので、はい、ぜひこれ試してみてください。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。